一方の京都市立伏見工業高校ですが、こちらは、昨年に続いて2回目の出場です。このフォワードの8人、特に7番の西口、8番の小島、それに4番ロックの田中も全日本高校代表の候補選手になってます。この中で注目は7番ですか。そうですね、7番8番といったところでしょう。そして、高崎平尾のハーフ陣がちょっと傷ついてるわけですが、平尾はあの、現在早稲田行ってる本庄以来のスタンドオフなんて言われてますね。本当にいいスタンドオフですね。判断力が非常に優れてますしね、キック、パス、それからフォロー、すべて非常にいいものを持ってますね。この平尾、それから栗林、センターの森脇、いずれも全日本代表の候補選手であります。両チームの15をご紹介いたしました。さあ、お前らがやろうと思うことを思いっきり、そしてキャプテンが言ったように1時間をもう力いっぱい楽しんでこい。はい、いいか、こんな時間ないぞ。はい、思いっきりやるよ、楽しんでこい。はい、行ってこい。はい、頼むよ。よし、楽しむぞ。1時間楽しむんだ。やってこ。はい、ザーはい、チャンス。優勝戦が終わるまでは絶対泣かないと言ってた山口良二監督ですが、ちょっと泣き虫先生、はい、早くも声がおかしかったですが。